悪性リンパ腫。柿原雅人へ魂のエール。泣けた、勇気が出た、感動した。前田絶叫。柿原、ガンぐらいでオタオタすんじゃない。柿原正人は UWF インターナショナルなどの団体で活躍した元プロレスラーである。カッキーの愛称で親しまれた UWF 選手は2014年に悪性リンパ腫の診断を受けた。 悪性リンパ腫とは血液の癌と呼ばれ、俳優の高倉健や元小結時天空の間垣親方らの命を奪った病気だ。カッキーの愛称で親しまれた柿原は UWF 対談後に UWF インターナショナル、キングダム、全日本プロレス、プロレスリングノア、新日本プロレスといった団体を渡り歩いた。2006年に首の怪我で引退すると、 プロレスと同じくらい好きなクワガタを仕事にしようと決めた。日本中の子供を虫好きにし、虫目線で環境保全の大切さを子供たちに伝えたい。と、クワガタ同士の対戦イベントで全国を回っていた。イベントを企画し、売り込み、自らはマスクマン、ミヤマ仮面としてショーに出演。365日仕事のことで頭がいっぱいだった。しかし、2014年、脇や足の付け根にしこりができ、 体の疲労が続くようになった。引退後もウェイトトレーニングは続けていて、脇を締めてダンベルを持ち上げる動きをしたときに、脇の下にゴルフボールが挟まっているような違和感を覚えたという。その年の暮れ、ようやく近くの病院に駆け込んだところ、見たこともないぐらい大きな腫瘍と医師に驚かれた。紹介された大学病院の腫瘍内科で検査を受けると、悪性リンパ腫だと診断され、 すでに全身に転移していることが分かった。医師からはすぐに抗がん剤治療を受けることを勧められた。柿原は著名人が同じ病気で何人も命を落としていることを知り、本気で死を意識した。頭の中が真っ白になりました。何も考えられないくらい驚きましたし、悲しかったですね。と、柿原は当時を振り返る。柿原は1972年、愛媛県新浜市で生まれた。 二つ上の兄が大のプロレスファンで子供の頃から一緒にテレビを見るうち、その魅力にはまっていった。中学校に進むとプロレスラーの前田明や高田信彦が立ち上げた UWF に夢中になった。高校は県内トップの進学校に入ったものの、UWF に入りたくて中退することを決意。打ち明けると母親には泣かれ、担任からはプロレス雑誌を投げつけられた。 うちの家族は父親がいないんですね。反対されるのは当然だと思いました。先の見えない世界に飛び込んで大丈夫なのか、高校くらいは出てほしいと、それでもコツコツ思いの丈をぶつけて、最終的に母や担任が根負けしました。人生に保険をかけるのが好きでないという柿原。学校に通いながらプロレスラーを目指し、実現したら中退する。 という、現実的な選択肢は考えていなかったという。学生服を脱いでからは、毎日、河原でトレーニングに明け暮れた。半年後、UWF に履歴書を送ったが、何の反応もない。柿原は思い切って上京し、住み込みで新聞配達を始めた。毎朝走って500件分の長官を配った後、仮眠してトレーニング。夕方には、また夕刊配達という日々を送った。 そんなある時、プロレスラーになりたくて上京してきたことを新聞販売店の先輩に話すと思わぬ情報を教えられた。柿原が住んでいる部屋に、かつて UWF の入団テストを受けた人が住んでいたというのだ。早速紹介してもらい、さらにその人づてに UWF の元練習生と電話で話す機会を得た。そこで元練習生から言われた言葉が柿原を突き動かした。すぐに動かないとダメ。 今すぐにでも道場に行くべきだってアドバイスされたんですはっとしました確かにこのまま待っていてもチャンスは来ない電話を切ってすぐに UWF の道場に行きました成城学園にあった道場に行くと関節技の鬼こと藤原義昭が若手とちゃんこを食べている最中だった藤原は「坊主どうした入ってこい」と柿原を招き入れた シャンコをごちそうになった後、思い切って UWF へ入りたいことを伝えると、藤原から帰ってきたのは、テストをしてやるから服を脱げという言葉だった。体力テストが始まるのかと、上半身裸になった柿原の背中に、鍋の中の煮えたぎった大根が載せられた。藤原さんは、耐えたら合格だと、体中に電流が走りましたね、それでも耐え続けたら、よし、来週入門テストがあるから受けに来い。 と言ってもらえて、藤原さんにとっては遊び半分だったのかもしれませんが、僕にとっては一世一代のチャンスをいただけて、天にも昇る気持ちでした。ちなみに、大根を乗せられた背中は、皮が同じ形に向けていました。そして、入門テストを受けた柿原は、見事に合格したのだった。しかし、そこからが本当のスタートだった。体重が70キロ台だった柿原が、前田からつけられたあだ名は、もやし。 選手たちは一週間ほどで夜逃げしてしまうことが多い練習生を名前で呼ぶことなどしない。まず先輩たちに名前で呼んでもらうことが目標になる。道場を訪れることが少ない前田に名前を覚えてもらうことに必死だった。体を大きくするため外食の際は必ず定食を3つ食べるのがノルマだった。道場でのちゃんこも食べきれなければミキサーに入れ飲まなければならなかった。 その会があって、半年で体重が12キロも増えた。練習の厳しさも尋常ではなかった。基本トレーニングであるスクワットや腕立て伏せは、トランプを使って行われた。カードをめくり、出た目の10倍の回数をこなすのだ。それを、すべてのカードがなくなるまで続けていく。スパーリングでも、先輩たちにコテンパンにされた。前だとやると、120キロもある体に手も足も出ず、押しつぶされた。 口や鼻を塞がれて呼吸ができず、息継ぎのたびに笛のような音が出ることから、ラッパと呼ばれる状態が延々30分も続く。こういった過酷な状況に、他の練習生たちは続々と夜逃げしていった。しかし、柿原は1990年8月13日に、18歳でデビュー戦を無事迎えることができた。そんな柿原であるが、若手時代の失敗談のネタは尽きない。 その中で一番印象に残っているのは、スイカ事件だ。試合後、前田に登山に行こうと声をかけてもらった。デビュー戦、頑張ったからご褒美や。一緒に穂高岳に登山に行こうや。当時、付き人をしていた柿原は、もちろんイエスしかない。正直、登山は全くの初心者であるため、何もわからなかったが、経験者の前田が、今節丁寧にアドバイスをしてくれて、 登山道具まで一式揃えてくれた。道場ではとても厳しい前田であったが、山の話になると子供のような目になる。ただ、とても気になることを言った。山頂付近の雪にスイカを埋めてな、冷やして食べたら最高やで。真夏に雪が残っていることに柿原は驚いた。北アルプスの穂高岳は3,190メートルもあるとても高い山で。 夏でも山頂には雪が残っているのだ登山初心者である柿原は登りきることができるのか一気に不安になったそれに拍車をかけるように持っていく荷物が多かった当然山で宿泊するのだからテントから寝袋まで必要でありしかも付き人だから自分の荷物以外も何でも持たなければならなかったそして極めつけは丸々1個のスイカである 雪にスイカを埋めると言ったのは本気だったのだスーパーから車まで運ぶだけでもずっしりと重いスイカであった大きな不安を抱えつつ当日を迎えたその日はとても良い天気で絶好の登山日和であった道場に缶詰だった日々から解放され大自然のおいしい空気を吸い柿原は一気にテンションがマックスになった順調に山を登っていたのだが山の天気は変わりやすく 突然、雷雨に襲われた。前田が、おう、そこの山小屋までダッシュや、と言った。バケツをひっくり返したような雨に、一度をたまらず、近くにあった山小屋までダッシュしたその時コンと何かをぶつけた音が耳に入った。まさか、悪い予感が頭をよぎった。恐る恐る見てみると、なんとスイカに亀裂が入っていた。山頂でスイカを食べるのを楽しみにしている前田に、 柿原はこのことを伝えることができなかった。心臓はバクバクなり、口から飛び出しそうであった。登山途中、前田が、どうや、この景色最高やろ、と何度も優しく声をかけてくれるのだが、柿原は上の空であった。頭の中は亀裂の入ったスイカのことでいっぱいだった。結局、報告することができないまま山頂付近まで到着してしまった。 テントを張り終えたところで雪にスイカを埋めて冷やそうという話になった柿原はいよいよ観念してそのスイカを差し出した恐れていた通りになった前田は激怒し平手が飛んできた空気の寒い山頂での格闘王の愛のムチは体に応たえた柿原はいまだにスイカを食べる時このスイカ事件のことを思い出すそうだそして 1990年2月人気絶頂の新生 UWF が突然分裂となった当時18歳の柿原にとって UWF は人生のすべてであった毎日ボロ雑巾のようになりながらも苦しい練習に耐え続けたそしてやっとスポットライトの当たるリングに上がることができてからわずか4戦目の出来事であったその原因は 選手側側ととフロントのの信頼関係の破綻だ会場はいつも満員御礼でありながらまさか内部分裂してしまうとは夢にも思わなかったでもこの時はまだ選手たちが一枚岩ならばもう一度 UWF ができると信じていた最終興業となった長野大会では謹慎中の前田もリングに上がり選手全員で万歳をして一致団結をファンにアピールした それから年が明けた1991年に事件は起きた。選手全員が集まったその会議の席で解散の言葉が飛び出したのである。ついに選手内でも亀裂が生じてしまったのだ。柿原にとって心のよりどころは兄弟子の船木であった。入門してから船木の影響を誰よりも受けていた。本当に業界の色派を叩き込んでくれた先輩だった。 それからしばらくして、今後の選択をしなければいけない時がやってきた。船木の、柿原、俺は藤原さんと一緒に SWS へ行く。お前はどうする誰とも相談しないで、自分だけで考えて、みんなが集まる席で答えを聞かせてくれ。という言葉に、柿原は正直迷っていた。同期であるふけは、その場を待たずして、船木と共に行動すると明言していた。 苦しい練習生時代を共に頑張っていたフケの選択で、より一層心が揺らいだ。そして、ついに結論を出すその日がやってきた。UWF の合宿所の中に数人の選手たちが集まり、そこで一人ずつ進路を伝えた。だが、柿原は船木と別れる選択をした。柿原は船木に抱きつきながら、おいおい泣いた。子供のように泣きじゃくった。 あの船木も泣いていた。柿原は今まで本当にありがとうございましたと感謝の言葉を伝えたのだった。柿原は高田信彦が立ち上げた団体 UWF インターナショナルに参戦することにした。そして U インター崩壊後はキングダム全日本プロレスノア新日本プロレスと多くの団体を渡り歩いた。そして 2006年5月28日、新日本プロレスのリングで多くのファンに惜しまれながらプロレスの世界から身を引いた。プロレスの聖地、後楽園ホールでの引退試合。最後の一戦を終えた柿原は、リング上でマイクを握って次のように語り、17年間の現役生活を締めくくった。1989年に UWF に入門してから17年。 プロレス界でたくさんのことを学びました。いいこともたくさんありましたが、度重なる団体の崩壊や怪我などで本当に苦悩した現役生活だったと思います。でも、今日こうして素晴らしい引退試合ができ、僕のプロレス人生、ハッピーエンドだったと思います。今まで長い間応援ありがとうございました。2006年に引退した後は、大好きなクワガタを広めるための活動を開始。 第二の人生を歩み始めたが、2014年に悪性リンパ腫と診断された。現在は症候状態が続いているが、完治したわけではなく、いつ悪化してもおかしくないという。そして、2015年8月18日、闘病中の柿原を激励すべく、UWF 時代の仲間が中心となって、カッキエイドが後楽園ホールで開催された。 ゲストで来場した前田明はリング上から柿原へ魂のエールを送った。

その人のためにも そしてメインイベントでは鈴木るが柿原の同期、けをゴッチ式パイルドライバーでしとめると稔のパートナーである船木が今日の主役柿柿原原を呼び込みたいいとと思います柿原正人入場と叫んだ公の場に現れたのは病気が公表されてから初めてのこと入場曲「レガリテート」が鳴り響く中スーツ姿の柿原は息子・つくしくん マナ娘綾野さんと一緒に登場現役時代と同じようにリング下で祈りを捧げてからリングインするとリングアナが名前をコール四方に一礼した柿原に大柿原コールマスクを外した柿原は非常に力強くそれでいて自然にただいまというと皆さんの応援のおかげでここに戻ってくることができました本当にありがとうございます 僕の体の中に潜んでいる悪性リンパ腫はとてもしつこい癌です。ですので、これからも長い長い戦いが続くと思います。でも、僕は絶対に負けません。UWF は強いんです。というと、場内から UWF コール。続けて柿原は、今日は UWF の先輩、そして同期、後輩の皆さん、それに大日本の選手から、大きな刺激、パワーを受けました。 本当に感謝しています。僕はこの病を必ず克服します。そして、同じ病で苦しんでいる人たちの希望の光になります。今日は皆さん、どうもありがとうございました。と力強く挨拶。UWF メインテーマが鳴り響く中、柿原コールの大合唱が巻き起こった。柿原は船木、鈴木をはじめ、出場選手たちと握手を交わす。最後は出場選手。 ゲスト来場した関係者全員がリングに上がって柿原を囲むように記念撮影に応じた藤原は T シャツをめくってがんの時に回復手術した後を見せて励ましたしかし抗がん剤を投与してからは気持ちの落ち込みが激しかったどんどん弱気になっていく自分がいました体毛は抜け自慢だった筋肉が見事にそげ落ちていく鏡に映るのはまるでおじいちゃん 愕然としました。ベッドに横たわっているとき、ふと脳裏をよぎったのは中学生の頃の記憶。同級生や先生に、長州力を倒すと大見得を切ってプロレス界に入った。そうだ、プロレスで忘れ物があった。もう一度リングに上がって、60代でも現役を貫いている長州力と戦ってみたい。むくむくと湧いてきた夢。柿原はそれを目標に置き換えた。 復帰へ向けたトレーニングを再開した柿原は、2017年8月14日、同じく交絡園ホールで、カッキーエイド、改めカッキーライドのリングで復帰を果たした。プロレスの世界に入るきっかけとなった恩師の藤原義明を相手に、約10分間のエキシビジョンマッチを行い、10度もタップを奪われた柿原だったが、レスラーや1000人以上の観客たちに、ファイターとしての姿を、 今一度披露することが沸き,き起こるカッキーコールを全身で受けた時の感動を柿原は興奮気味に振り返る「鳥肌が立ちましたねやっぱりリングは最高だな」と「ファンの声援は抗がん剤よりも効く何よりの治療だ」と感じましたそういう意味でもリングに上がり続けてファンからの治療を受け続けたいですねそして 2018年8月14日3回目を迎えたカッキーライドでついに本格的な試合を行った前年は藤原とのエキシビジョンマッチであったが本格的な試合は7年ぶりとなる対戦相手は鈴木実本来リングで試合ができるようになったことだけで奇跡であり現役トップの鈴木とメインイベントで戦うのはあまりに無謀だそれでも 柿原がこの試合を決断したのは、ガンという人生最大の敵に立ち向かう姿勢をリングで見せようとしたこと。そして、それによって、頸椎完全損傷の重傷で首から下が動かない中、懸命のリハビリを続ける UWF インター時代の後輩、高山義弘に少しでも力を与えたいと思ったからだ。そんな柿原に対し、鈴木は大会前、こんなツイートを残している。 メインイベントで柿原正人と戦う。昇進正明正の初対決。遠慮はしない。全力で現在の業界トップと過去の選手の違いを見せる。全力で。試合は鈴木の予告通りのものになった。柿原はゴングと同時にかつての代名詞でもあった小艇の速射砲と鋭い蹴りでラッシュを仕掛けるが、鈴木はガードを固めてこれを冷静にしのぐと、 焦廷にタックルを合わせて懐に飛び込み、あっという間にバックを奪う。そして、そのまま一気にチョークスリーパーで締め落とし、レフェリーストップ。わずか1分50秒。文字通りの秒殺。鈴木の圧倒的な力の差を見せつけての干渉だった。試合後、リングに横たわる柿原に対し、鈴木はマイクを握った。おい柿原、俺は克服しました。 だから高山に力を与えるその程度で何を与えるんだよそれがお前の全てかお前の大好きな UWF はお前の一部であって、お前の全てではないはずだ。そうだろ。プロレスにはこんな方法もあるんだよ。そう言い終えた直後、鈴木は柿原を蹴り上げ、場外に叩き落とすと、容赦ない椅子攻撃を連発。UWF スタイルではなく、プロレスでさらに痛めつけていった。 そしてリングに引きずり上げ、スリーパーから必殺のごっチ式パイルドライバーの体勢に持ち上げると、脳天をマットに叩きつけることなく技を解き、マイクを要求。おい柿原、この続きは取っておいてやる。もっと体を鍛えて出直してこい。そう言い放ち、勝ち名乗りも受けることなく去っていった。これこそが鈴木流のエールの送り方だったのだろう。 この日の柿原のコンディションは素晴らしいものであった。一時期、あれだけ痩せ細っていた体には、しっかりと筋肉の鎧が身につけられ、小点や蹴りの鋭さも現役時代に劣らぬものだった。癌患者がここまで戦うコンディションを作り上げるには、並大抵の努力ではなかっただろう。ただし、悪性リンパ腫は感知が難しいことで知られる難病。今は解放に向かっているが、 いつまた病魔が襲ってくるか分からずその戦いはこれからも続くそれだけに「リング復帰だけで満足するな俺を本気にさせるところまで上がってこい」鈴木のそんな思いが込められた手洗いエールであった柿原はボロボロにされながらも最後はマイクを握りこう叫んだ情けない姿を見せてしまいましたけど鈴木稔に勝つまで諦めません だから、高山もこのトップロープをまたぐことを諦めるな。みなさん、応援してください。行くぞ。ノーフィアー。柿原と高山の戦いは、これからも続いていく。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。また、この動画の内容はブログでも紹介しています。 概要欄のリンクからご覧ください。